もしもしはじめまして、ムクゾですってなんか変な声の人で深掘りモリモリ目線は深掘り選手権なんか話題くださいね。話題トークテーマで、ね、トークテーマいい。じゃあまずはスタンダードに、うんうん、ジャブ目線モアのことがいいんじゃないですか、みんなの。はい、だからみんなと初めて会った印象。ああ、なるほどね。初めて会った時の印象。会った時？そう。でも今はもうさ、もうこんなんじゃん。うん。だけどやっぱ初めて会った時ってやっぱ違うと思うね。でもさ、みんなとさ、その初めて会った時のこう、あ、この人にこいつに初めて会ったのはこの時だって覚えてるもん。互いにさ違うかと面白くない？あの時は。そうそう。違うよ違うよ。全然。同時に行ってみる。せーので。せーので。あったら、なんかその成立みたいな、よくさカップルがやるよ。トムちゃん今ここ合コンかなんかの。どういうんだよ。ノック。一人一人に当ててみる。ああ、まあそれでもありっちゃう。じゃあまずノックからって言って、じゃあ最初は。全然覚えてない。ノックの。マジ覚えてない。初対面の。ノックはだってほらあれやん、あの。2年5組の皆さんは、ダンス男子校の皆さんは、そう自分を覚えてる。2番くん、野崎さん、富田、白福さんは、そう覚えてる。あ、でも俺全員覚えてるかも、普通に。おも、うん、いや、俺もノックは覚えてる。え、でも。え、でも兄ちゃんよ。なんか俺、名古屋で初めて会った気がする。そう名古屋あれ、ラブなんたらってイベント。ニコラブじゃった間違った。なんだっけ？ラブえファントム？あのさ、あれじゃない？メンカラのさつなぎ着てさ踊った時。いやなんかゼッちゃんとアッスと俺と兄ちゃんで出た4人の。そうそうそう。それはそれもまた違う。あのさ名古屋の。それはあれだよ、あのハートビートオフの前日にやったじゃないの。ラブ。いやさ4人でさ違う振り付けを踊った。あの時じゃない。あの時ない。名古屋のイベントなんかめっちゃ古い、俺出演者じゃなかったし、その時は。へぇ、手伝ってくれる、あー、これ全然みんなとおもろそうって。お手伝い系の友達だ。で、よく言うその時そうなんや。で、多分その時、兄ちゃんはそう、葵くんは多分シャクレンジャーが多分最初にあったのはシャクレンジャー。あったわ、シャクレンジャーなんかの後にさ、そうなんだ。俺も確か初めてはシャクレンジャー。初めて？あれ初めてだったの。シャクレンジャーって恋愛ハンターとかよりも前なの。前なの？え、葵が記憶にあるのはいつだ？俺は喋ってみた3。喋ってみただ。あー、その後だってシャクレンジャー。あの、その本当その日の。あ、その日だ。そうそう、その日だから。その日のその後かに撮影してるから。ハートビートオフはそれよりあと？あ、どうじゃん、あとやと思う。ハートビートの寒い冬やったって覚えてる自分は。寒い冬やった。すごい小説みたい物語。寒い冬だった。君ってほんまでかいねんな。君透明感すごいな。野崎さんなんで喋ったかな。俺も覚えてないんだけど、なんかイライラしたの覚えてる。めっちゃわかる。初対面で、ね、俺いやすごいわかる。なんかすごいわかる。緊張しながらしたんですか。見誤ってん。自分見誤ってた。どんな感じ。見誤った。見誤った。なんかあのあれ、それ昔から言ってるの。そういうノリじゃなかった。ノリが自分が今まで生きてきた世界線のノリではないっていうのを後から気づいた。いや、なんかノックンってそう踊ってみたっていうよりかはなんかダンスしてはる人ってみたいなイメージがあったっていうのを。そう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 。なんかもっとみんなイエーイみたいな、楽しくやろうぜみたいな人たちかなって思ったら、でなんかあったのもさ、打ち上げかなんかの時あったからさ。そうそうそう。で、お酒飲んでる人とかも いるやろうなと思ったら、いや意外と全員普通にノンアルコールな状態。男子校だってあの時誰も飲んでなかったよね。そうかも、うん、だから飲んでないと。マンブーさんが横でなんか辛いあのひまわりの種をめっちゃ食べてたのだけは覚えてる。確かに俺らの近くにマンブーさんはいた。いたよね。うん、なんかね、なんかいろいろあった。確かそれでなんかゼッちゃんが多分ノックンになんかみんなに紹介したい人がいるって言って、なんか下に今来てるみたいだからさって、ちょっと挨拶だけいいって言われて、あ、分かったよって言ってみんなで降りてったら、もうなんか分かんないよ、ノックンの度合いはちょっとまだ全然分かんなかったけど、完全に出来上がってる人がいたのそこには。でもう声もさ、もうグラス割れたみたいな音。ね、あのもう、ね、恐ろしい繁華街のさ中でさ、うわーって言ってきて、うわーって金髪だしさ、
え、まずすごい良かったな、ほとんど。初めまして。大阪、大阪、あれ大阪、違う東京だよね。俺見に行ってて、うんちゃんも、うん、そのイベントの。そうだそうだ。で、ぜっちゃんがなんかノックンって言って、ふわーふわーって言って、いて、なんとおっしゃってるんだみたいな、ね、あれ初めましてって言ってたのかみたいな感じで、なんか、はい、そう、多分見て思ったことを言った、そう、目に映ったことそのことを、君透明感肌すごいなってすごい覚えてるもん、うん、俺もそれすごく怖かったの覚えてる。透明感すごいほんまでかいねんなって言って、なんかでもさ、男子校もさ突然さ、うん、そのわーって来たからさ、うわ、ん、ってなってさ、ちょっと引いちゃったんだよね。いやもうめっちゃ警戒してた。白くさなんて言われた。いやなんか何も言われなかった。あ、言った。俺白い流星すごい良かったですねって言った、覚えてる。いやなんかでも僕すごいなんかもう嫌で、いやー絡まれるな、全然喋りたくなくて。怖いよな。そう、なんかもうすごい後ろの方に隠れてた、なんか、うん、なんかこういう感じで、あ、あ、ありがとうございますみたいな、なんか雑人ねやって、あとからそう、ね、後からそれ言われて、あ、間違ったなって。いや、多分な、そのぜっちゃんにさ、うん、ちょっと言われたから来たけど、別に白奥さんは別に会いたくないと思ってめんどくさなんだと思った。それもある、それもあるよな、しだし、そう、それもあるよな。でも俺はもともとノックソン多分知ってたし、うん、その、ニコニコ動画の中にいる人だとか、うん、の名前も知ってたし、その時もう多分大学卒業してたのかな、うん、だから大学時代こう散々こういっぱい酔っ払ったりしてて、別にそんなにそのそういうのが苦手な人じゃなかったはずなんだけど、うん、なんか、ね、すごいイライラしたんだよ。なんか、ね、やっぱなんかちょっとなんか危険 なやつだなみたいな、なんかさ、なんかあった、ね、なんかね、何かを察知したんだよ多分。だって当時さ、放送的なね、うん、多分お互いに酔っ払ってたりとかしてたらもしかしたらちょっと違ったのかなって思うんだけど、やっぱシラフ VS さ、ちょっとお酒入ってる人だったらさ、あと関西人だったら勢いがすごいじゃん。そう、そう、あのゼッチャーに初めて会った時の関西弁も自分ちょっと怖かったの。そうなのよ。そう、俺なんかプンちゃんにも一番最初会う、うん、なんか連絡を取ってて、うん、なんか踊ってみたの練習をしましょうみたいな時があって、うんうん、でなんか電話を初めて通話をするみたいな時に、うんうん、もしもしはじめまして、マクゾですって、なんか変な声の人で最初行ってみようかなって。面白いやん。そうだ、ね、やばいやつやって、うん、自分やったら会いたいこの人とって思ってしまう。気になるわこいつって多分自分でも本当にずれてる、本当にずれてるね、変だよで、で思ってやろうと思ってんけど、でも不意と止まってんそこおいなでもその話を聞いて、もしノックがそこにもしもしってやったら多分俺もノックもここにいない、おらへん。俺は何とかして理由つけて断ってたって言われて、そう、すいません、用事が入っちゃって言えなくなりましたって。そうやん、それなんか、え、怖いってなるやん、だって。え、そうだね。今でこさ、今でこそさ、なんか例えば、そのネットでちょっと仲良くなったから、ちょっと遊ばないとか、なんか会おうとかさ、うん、もしかしたら今は結構普通かもしれんけどさ、うんね、特に昔なんてさ、うん、昔っていうか俺その時ってさ、結構結構ハードル高い、ハードル高い、なんかさ、ネットで友達って言ったらえって感じな時代ではあった。いや、わかる、言えないもんね。単純にさ、メールのやり取りとか、うん、なんかそういうのだけじゃなくて、本当に会うのって結構なハードルの高さがあったと思うから、うん、自分的にはさ、慎重になるやん、こっちもそりゃ最初はね、まあ、そう、つか初対面っていうのが一番、そう初対面で面白そうっていう理由でそんなぶっ込みはしない。普通の人はしない、まあ、あまりにも相手に親切じゃなさすぎる。それでやらんでよかったなって思ってるけど、よかったね、踏みとどまって。俺動画でその時全然金髪じゃなかったんやけど、うん、その時にもう金髪やってん、俺ずっと。でうわっって怖いな、もう。でじゃあここいや、ほんま怖かった、怖かった、怖かった。なんかさ、あの、まあ、なんか撮りましょうみたいな連絡が来て、え、自分はこういう動画を上げてるんですみたいな感じでこう貼ってくれてたの。で、その時のノックのやつはなんかあの別に普通やね、髪も、うん、まあ、ちょっと長いけど、まあ、なんか明るさで言ったらなんか、まあ、野崎さんぐらいの、うん、まあ、感じぐらいの人が来るんかなと思って、パッて来たらほんまに真っ切っ金で、
マッキンキンマッキンキンやってなって、しかもなんていうの、マッキンキンやわかる。でもさ、なんかさ、まあ、なんていうの、古い、良くない考えじゃ分かってんねんけどさ、なんかマッキンキンイコール危険みたいな、なんかプーちゃんの蜂みたいな、ヤンキーヤンキーみたいな、そういう風な感じで、特に当時は、そうそう、なんか決めて良くないけど、なんか自分的にはなんかそれがあったから、でしかもさ、なんか結構なんていうの、なんか初めましてとか、うん、こんな感じじゃなくて、なんかもうイエーイみたいな感じで来るから、もう新しい人種すぎてさ、その時も異文化、異文化すぎて、異文化自分のなんか生活の環境になかった人が、そうだってほんまにプンちゃんの家ないみんな泊まったことあると思うけど、ノックだけほんまに連れて行かれへんってよく言われてる、ね、金髪だからね、うちのお母さんがびっくりしちゃうから、そう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 、ええやねんからびっくりしたプンちゃんが。でもノックン当時めっちゃかっこよかったよね。なんかさ、金髪マッシュにさ、あの黒縁メガネの時さ、あのここにさ、なんていうのあれ、なんか羽の生えたカバンね、ペガサスみたいな、あのカバン、そうずっと欲しくて。狙ってた。狙ってたのずっと。当時もね。わかる、あの大きいさ、こういう青いやつやろ。カシャってやるやつ。そうそうそう。青いやつ。青いやつね。青と黄色。あれとあの袖がない冬よく着てた。ジレジレ。違う。ダウンベスト。ダウンベスト。ああ。をずっと狙ってたの。全部石黒だったら。当時から狙ってたって何？でもあれに憧れて自分も髪をめっちゃ染めて切ったの。昔ツンツンの髪だったんだけど、マッシュにしたで、自分たちでも練習の動画でどっちか分からなくなるっていう事件が起きてしまう。だから2度目ましてが覚えてないの、逆にみんな。あ、でもそうかも。2度目ましていつ行ったの。まあ多分ハードビーストオフやね、青さんは2度目ハードビーストオフ。2番くん喋ってるよ、イベントが兄ちゃんはハードビーストオフが初めて、最初で、それこそ喋ってみた系が2回目とかじゃない、喋ってみたスペシャルかな。みんなさ、2回目以降にさ、娘になってる？うん、な、そう、2回目以降に娘、あ、覚えてない。2番は俺初めて、俺も初めまして。そうなんだ。へぇ、俺もやった、レイヤーハンターの時が初めて。あ、あ、その前にある。あ、すれ違い。いつ？すれ違いじゃない？でも、覚えてないって。あのね、これちょっと覚えてない。あのね、ダンマス2やる前に、あ、代々木公園。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。